今回は、2019年の、センター科学の問題を説明します。右の化合物 A の構造質生態のうちカルボニル基を持つものはいくつあるかと。これ化合物 A ですね。これまあ環状になっているので不飽和度1やね。二重結合が、1つあるということですね。でカルボニル基やから、これあの C が4個やから C が4個っていうのは考えられるのはこういう構造と、まあ、こういう構造やな。炭素骨格だけ考えたらこうと。で、ここに、O がくっつく場合と、ここに O がくっつく場合な。ここに2、1な。ここは同じ環境。ここに1は同じ環境ね。この C のところに、これは C をダブルボンドはつけませんね。手の数が多くなりますんで、ここが3っていうのかな。ここも環境一緒やな。こう書いてるけど、これは静止面体の頂点から同じ環境になりますね。1番に今 CO を打ったら、こうやな。1番に CO を打ったらこうなります。ちょっとこれ、アルデヒド基やけど、まあこれカルボニル基と考えたら、これカルボニル基な。こんな形のやつと、で、2番の場合やったら、こんなやつだな。なこれ、エチルメチルケトンやな。こんなやつ。ちょっと H 省略してます。で、これは、CCC で、ここに、20で、O がな。これ、まあ、アルデヒドってあるんだけど、あの、カルボニル基があるというふうに考えたら、この3つですね。答えは、3つあるということになります。終わります。